ただいまから記者会見を行います。最初に知事から発表がございます。それでは知事お願いします。はい、東日本大震災津波に関係する、東日本大震災津波における、東日本大震災津波関係の応急仮設住宅の供与の終了について発表します。東日本大震災津波では平成23年10月に一番多い4万3738人の方々が応急仮設住宅に入居をされました。沿岸被災地での宅地整備事業が完了し、災害公営住宅も完成し、昨日までに応急仮設住宅にお住まいの方すべてが高級的な住宅に移行をしました。したがって令和3年3月31日本県被災者の方々へのすべての高級仮設住宅の提供を終了しました。以上です。以上で記事からの発表を終わります。本日の進行は盛岡タイムズの佐々木記者にお願いしておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。盛岡タイムズの佐々木記者です。本日は県政担当となりました。よろしくお願いします。それでは質問の前に記者会見の専門者の記者会をご覧いただくのでお願いします。それでは県政記者クラブの経営者をご紹介いたします。ハート日報社小林智秀記者。はい、よろしくお願いします。県記者クラブから出ています。同じく下石畑聡記者。よろしくお願いします。盛岡市記者クラブからの県議になります。朝日新聞社中山直樹記者。よろしくお願いします。県警記者クラブからの県議になります。読売新聞富田俊記者。よろしくお願いします。その次でございます。河北新報社坂本光記者。よろしくお願いします。教育記者クラブからの県議でございます。 IBC 岩手放送武田沙織記者。よろしくお願いします。県警記者クラブからの県議でございます。テレビ岩手大友遥記者。よろしくお願いします。県警記者クラブからの県議でございます。他7名の県議者が県議がございますけれども、本日欠席となります。今年度の転入者は合計14名です。以上でございます。ありがとうございます。それではただいまの発表事項1件について各社から質問があればよろしくお願いします。住宅は、住まいとしてはやはり、長い間住むのには、大変な、家でしたので、そこから次のこの段階、高級的な住宅に皆さん移ることができて、よかったと思います。10年近くかかったわけですけれども、やはり、平地の少ない岩手県において、規模の大きな津波災害が起きたため、高級住宅の用意に時間がかかったわけでありまして、その間、苦労された皆さんには、申し訳なく思いますし、また、自らのこの復興に取り組むという、そうですね、この復興の先頭に立って、次の住宅
ということにこの敬意を表したいと思います。住宅の提供は全て終わったっていうのをさっき発表しましたので、あのそういう応急仮設住宅の提供ではもう今度ありません。それで聞きたいのはその住宅支援ということではなくて、そのもう一回何を聞きたいのかちょっと聞きたいところです。あの、まあ、先日から公共的な住宅に住まいだというんですよね、まあ、住まいは整理されたけれども、まあ、様々な課題、まあ、経済的な課題であったりとか持ってらっしゃる方もまだいらっしゃると思うんですけれども、まあ、そういった方々にどのようにですね、あの経済的な課題はこれは家を失わず自分の家屋に被害を受けてなくてもですね、漁業などでこう被害を受け、かつそこに収容漁師の大不良ということが重なっている人たちもいますので、あの経済的な支援についてはそれはあの住宅に不自由しなかった人も含めてですね、この岩手沿岸に向いて、おなりわいを自分の可能とするような支援をやっていきます。その他ございますでしょうか。よろしいですか。では、すみません。発表事項以外について、本日から記者などにご質問があっていると思いますので、各社から質問があれば、挙手でお願いします。岩手日報の方であります、本日もよろしくお願いします。コロナウイルスの観光客についてはお話を伺っていただきたいと思います。国の GoTo トラベルという事例が、まあ、6月以降まで一方で、まあ、国の方で、都道府県が独自に行う県民向けの、まあ、地方運営の財源を補助する方針で、まあ、都が行く作業で新しい資料を発表しています。国に関しての保険では、他県に比べて比較的関連の規模が低いという状況だと思いますけれども、県として、この方針を受けた支援策ということについて、ご案内しました。岩手県が、まあ、他のこの岩手県と都道府県が、まあ、似ている県と一緒になって GoTo トラベルの県単位などでのこの部分再開を求めてきたことに対して、まあ、要は国の回答として、地域観光支援という形で新たな国の事業を起こすということでありますので、この地域観光支援を受けた県の事業というのを今準備しているところです。でこれは県としての新しい予算も必要になりますので、近く県議会の方にこの補正予算の審議をこの臨時議会の形でお願いすることになっております。これは、まあ、準備しているというところがあって、そうすると、まあ、実際に実行するものだというふうに言ってましたけれども、具体的な手を引きつけるについては準備されているとか、まあ、全然全然範囲内でとか、はい、基本は国が示している1人当たり5000円は
品が示しているやり方が基本になると思います。この事業が、まあ、この銀行のものとなりますけど、他の経営者の期間というのが非常に高まっていくのかなというふうに思います。そこから中で、まあ、ゲームが出しているかなというふうに、そして経営者の期間について、ゴートゥートラベルの検査員などでこう復活させるべきというのは、もう、3月からやっていただいても構わないという趣旨でと情報をしていましたので、そういう意味では早ければ早いほどいいと思いますが、やはり補正予算としてきちっと予算の形式を整えて、議会の了承をいただくことが適当と考えていますので、まあ、それをできるだけ早くということで、それに必要な日数をかけながら準備していただければと思います。新年度になりますというのは、こうした保険の対策と合わせて、予測訪問診療についても行われていると、これに問題したいかと思いますけれども、これについても、今後の方針を取りますね。感染防止は、基本的な感染対策は、これは常にこうやっていただくよう、県民の皆さんにお願いして、感じられないんですけれども、プラス、その都度の感染状況に応じて、お願いの内容が変わってきます。で、今の感染状況がどうかと言いますと、やはり日本全体として第4波と呼ぶべき感染の拡大が見られます。そして1週間の10万人あたりの感染者数では、宮城県が今日本で一番多い数字にまでなっていますので、医療事件としても、他県との関係での感染に警戒をすること、そして、岩手県内においても、県内にいる人同士での感染も、間を置かずに、そういう感染がもうゼロという期間が続かずに頻繁に起きてくるようになっていますので、一つの目安は1週間10万人あたり 2.5 人の感染者数が見られるようになってきた場合に、これは1年くらい前、それは1週間続くそれ以来の時に社会に対する働きかけっていう、専門家の意見があったわけですけれども、まあ、そういったことをお願いしていただけたらなと思います。2500を超えると、
ステージ3相当にこう入っていくような状況なので、まあ、今日本全体として、感染拡大を止める様々なことをこうやり始めなければならないところになっていると思います。で特に隣県宮城県が日本で一番新規感染者数人口当たりの数がこう多いような状況ですので、岩手への影響というのもすでに出てきていますし、増えていく可能性が高いです。あと政府によるところですね、大阪空港宮城の関連会社の請求が進められまして、今後適用されるんですが、県のですね、それを受けた前虫の受けた県の待遇について、隣県の原因点もありますと、今の時点で原因点の感染者たちの原因点、世代性に対しては慎重な判断を多くなりますが、この前虫の適用を含めた今後県の対応というのは何ですか。日本で初めてこの蔓延防止の制度が発動されることになりますので、やはり県の対策本部会議を開いて、県民への呼びかけ方を決めるではないと思います。今日の夜か明日が正式に決まるんだと思いますけれども、それを踏まえて、県の方で対策本部会議が大体週そもそもぐらいの感じでしょうか。同時に岩手県内で1人当たり、1週間10万人当たり 2.5 人を超える、それが、一瞬だけじゃなくて続きそうなトレンドかどうかも合わせて、来週そもそもには対策本部委員会を切ることになるんじゃないかと思います。で、指摘あったように1週間10万人当たり15人以上になっている地域との往来は慎重に判断という以上のこの、行動制限をまん延防止対策活動地域には求めなきゃならないと思ってますので、その辺を対策本部会議で、確認したいと思います。それは県民に対してです。県民に対してその対策についてのこの方法をより厳しく提言する必要があるという方ですか。基本のまず県民へのご呼びかけですよね、はい。県民以外の人に対しては、それぞれの県内市に政令指定都市なりがこう呼びかけていて、それに従ってもらっていれば大丈夫であれば、まずそれに従ってもらうということだと思います。それだけいろんな意見があるということなんだと思いますけれども、
知事としてですね、送別会、今回送別会について、どのように認識していらっしゃるかというのを伺っていただいてよろしいですか。はい。岩手県においては、この歓送迎会、新歓ポンパ、飲食につながる謝恩会や花火、花見およびこれに類するものについては、一律にそれをこの自粛を求めるものではありません。それぞれ大人数や長時間に及ぶ飲食など の感染リスクの高まる場面に注意して開催してくださいということを呼びかけています。これは県職員もその通り しましょうということになります。大人数とか長時間というのは、これも数字で一律に決まるものではなくて、会場やその会場の広さや会場の中のテーブルや椅子の室内、それからプログラム、食べ方、飲み方などでこう気をつける度合いも決まってくるところですので、いずれこの飛沫を浴びない、浴びさせない、そういったところをきちんと確保するようにやってもらうことを求めたいと思います。今回のその送別会は、感染対策にはかなりリニューアルなので実施をされていたと認識していますが、見方が悪いんですけども、今回のその実施方法というのは当然はなかったというふうに認識されていらっしゃいますか。リスクが、低い状態でやったと思います。そしてあと2時間を切る時間設定の、長時間というリスクを、避けたやり方だったと思います。この記者会見の場で言った
と思いますけど、100人であっても、実際そういう例がありましたが、テーブルに、そうですね、4人しか座らなかったのか、その4人の間にパーティションがきちんと入っていて、でそこでコーヒーとクッキーだけ、入れて食べるようにして、かつ、1時間も全体時間がなかったと記憶しますけれども、そういう、例えば100人がお茶会をやったというようなことはこうありです。今回の結果の、まあ、10人に対しての対応というか、なんか伝えることというのは特にない。人数がそれはさっきこう大人数の説明でやったように、会場やそこの室内や、そしてその中の衣装を使う内容などで、要はこう飛沫を浴びない、浴びさせない、そういうリスクが高まらないような形で、そのやってくださいというのが趣旨です。はい、IEC はどうぞ、藤田と申します。よろしくお願いします。東北ディスティネーションキャンペーンが今日から開幕ということですけれども、前回の知事会見の時も知事の見解をお聞きしたんですけれども、昨日また新たに宮城や青森では新型コロナウイルスの感染者が過去最多を更新するなど状況が変わってきている面もあるかと思いますが、現段階での知事のこのディセンションキャンペーンに対する認識、改めて聞かせていただいてもよろしいでしょうか。はい、東北ディステンションキャンペーンは、東日本大震災から10年ということもあり、東北6県一体となって、この東日本大震災のことを、改めて思い出しながら、救助、救援への支援、復興への支援、そうした人への感謝の気持ちを全国に伝えていこうという、まあ、そういうこともあって、行うようであります。そういうこの趣旨を伝えて、4月から市民の受け方が支給、9月まで半年間にわたって、初めてですかね、6県ブロック単位での半年にわたるデスティネーションキャンペーンというのは、JR 支部の初めてのものではあるんですが、そういうものとして行われるというのは、まあ、今日の段階からやっぱり多くの人に知ってほしいと思います。場所によって、あるいはこう人によって、今すぐこう旅行ができるような状況じゃない、あるいは行きたいところは行けるような状況じゃない、新型コロナの流行のせいでですね、そういう方はいらっしゃると思いますが、まあ、半年間のキャンペーンですので、その中では、行きたいところに行く機会が、多い可能性があるわけですから、さまざま情報を発信していきますので、それをキャッチしていただきたいと思います。期間が長いということで、その長い期間の状況を見ながらというような意味合いでしょうか。例えば今こう盛岡に住んでいる方が盛岡市内のホテルに泊まったりということは、そうですね、特に何かこうコロナ関係の差し障りがない限り、例えば濃厚接触者になっているとか、それがない限りは自由にやっていただいているわけですので、今日からディスティネーションキャンペーンの下での旅行を今日やれる方もいらっしゃいますから、すごく一概に短期ではなく長期とこう決めているわけではなく、短期的にこう地元を届け、それを踏まえて動いてほしい人たちにもこう意識してやっているところはあります。はい、まさに。読売新聞の方です。よろしくお願いします。岩手県の部下上級の漁業人の主な事実化についての質問なんですけれども、先ほど感染リスクが低い状態であったという発言がありました。で、今回の統一化については問題がないという認識でよろしいでしょうか。何か問題があるとしたらどのような点を考えているのか、お考えでしょうか。
こう人数について質問されることが今日出ているんですけど、それに関してはこう県がお願いしている大人数や長時間による飲食など感染リスクが高まる場面に注意して開催することというお願いには従って開催されたものとご理解しています。あともう一点なんですけども、飲食店を支援する意図があったということで、お得な提言だと思うんですけども、そうであれば例えばテイクアウトで、自宅に持って帰って、リモートでお使いを開けばいいんじゃないかと思えるんですけども、この点についてはどのようにそうしたい人はそうしていいんですよ。一、会場で食べるのであれば、一方、歓送迎会、新館本場、運動館のように、大人数や長時間による飲食など感染リスクの高まる場面に注意して開催するっていうことは県もそういうふうにしてくださいということは、全ての岩手県民と言っていることで、それは県職員も、例外ではありません。わかりました。あと、すみません、ちょっと別の公共団体の話になるんですけれども、雫石町議会議員が今月中旬に5人で接触していたということがありました。長時間で2時間以上食事してました。で、この点について、政府の分科会ですとか、県庁の5つの場面を回避するようにということで、おっしゃるとおり、大人数、長時間での接触というのは避けるように求めてきたところだと思いますけれども、中期会議の話では、知事は会食してもいいと言っているんだという、そういう趣旨の議になりまして、何しろ知事のメッセージが意図していない形で伝わっているのではないかなというふうに思っているんですけれども。前置き長くなりまして、それで公共団体としてはこともあるんですけれども、議員がですね、公民党で退職していたことについての所感、およびあと改めてなんですけれども、退職時の感染防止の注意点を教えていただけないでしょうか。大人数や長時間による飲食など、感染リスクの高まる場面に注意して、会食などを開催することということを県からお願いし、知事メッセージの中でもそういうことを言っています。でそこで人数について具体的な数字にはこだわらないようにしています。2人か3人でもですね、マスクなしですぐ近くでこうペラペラペラな飛沫を飛ばし合いながら会食をすることは大変感染リスクが高くなることですので、そういうことはやめてほしいと思ってまして、雫石のケースがそうなのかそうでないのかは県職員たちが直接報告を求める立場にありませんので、そこはコメントなしとさせていただきたいと思います。あと、そうですね、テレビを見ていて内閣府のコマーシャルがあって、でそこで、会食を4人以下でってテレビで言ってるんですけど、冒頭に緊急事態宣言は解除になりましたが、リバウンドを避けるためにこうしてくださいって言ってるから、私は緊急事態宣言があった地域の人たち向けの報告なのかなと思いながら見てますね。一方、同じ内閣府のテレビコマーシャルでも、これテレビじゃなくてネットだけでしか私は見てないんだけど、テレビでもあるから、少なくともネットには流れてるんですが、緊急事態宣言っていうことは全然最初出てこなくて、会食をするときに気をつけましょうって言って、やはりパーティションとかがあるというふうに話をして、その時は4人という人数は言及されてないんですよね。だから国として内閣府としての趣旨は、緊急事態宣言対象の地域だったところ以外については4人以下っていうことを求めてはいないと理解していますね。ただもちろんその方がリスクが低い、他の条件は全て同じになるんですけどね、他の条件は全て同じなら5人以上より4人以下の方がリスクが低いでしょうから、推奨をしたい気持ちはあるんでしょう、全ての人に。ただ、岩手において
日本政府が4人以下で会食するようにってことは求めてないということに対してですね。わかりました。ありがとうございます。コロナによる仕事の落ち込みに対しては消費の拡大を消費者の皆さんにもそれが商品にせよサービスにせよ、消費拡大するような働きかけが拡大してきているということをさっき言いましたね。そして、今岩手県は炭素牛体生活コンパ等々、一律に自粛を求めているわけではないと言いました。知事として何がしたいかということについて言えば、それは県民の命と健康を守りながら、経済社会的に困窮している人たちが困窮しないで済むように支援していく、まあ、大きくその2つです。あと分かっただけでお願いします。今商品を拡大していったことは引き続き拡大するということなんですけど、今人間センサーは主に生体人数が反映されているのか、まあ、現在ならばと感染者の連携で増えるんですけれども、その状況でもやはり消費拡大というのを連続で開催していく方がいいというか認識でしょうか。1週間10万人あたりの岩手の新規感染者数が15人を超え、また25人を超えるようなステージ3、ステージ4のような段階に入っていくようになってきた場合には、もう皆さんやってるような、飲食業、時間短縮とか休業とか、まあ、そういうことを要請してですね、消費の場の制限をしていくことは検討しなければならないと思っています。
しょうか。気楽に越している佐々木と申します。よろしくお願いします。先ほどの考えとしては理解してきたんですけれども、まあ、ちょっとともすると科学奨励会どんどんやってみたいにもちょっと聞こえられないところがあるので、改めてその県民に始まりは、まあ、これまでも言われているから、どういうことを気をつけていくかというのを先生は改めてお願いしたいと思うのが1点と、もう一つが前半の方で県内での県内の人同士の感染も心配になっていっているような感じというお話がありましたが、県内での使用例が変わりつつあるように感じていらっしゃるのか、その辺の地域としての感触というか、今後にスピード感を持った対応というのが必要かと思います。今後に向けての思いと、まず使用例については、1週間10万人あたりの新規感染者が岩手で 2.5 を超え、それが一時的じゃなくて続いてさらに増えそうだっていう時が使用例だと思っていて、まあ、その時には対策本部に対してそれなりのメッセージを出していきたいと思います。そして、岩手県のこの担当部局を中心に、医師の資格を持った専門家の意見も聞きながら、まあ、岩手として知恵と力を、まあ、集めてこう決めた県民への呼びかけが、搬送限界、新幹ポンパ、飲食につながる社屋会や花見、およびこれに類するものは、大人数や長時間による飲食など、感染リスクの高まる場面に注意して開催することをお願いします。そして、飲食にあたっては、一定の人数や時間による制限をするものではありませんが、以下のような感染リスクが高まる場面に注意して開催いただくようお願いします。ということで、少人数であっても狭小な空間や他の集団と一緒となり密集した空間で行われる飲食の場合、家庭や職場などいつも近くにいる人以外との飲食の場合、時間の経過に伴い至近距離での会話や接触のリスクが高まる場面、これらについて注意して開催いただくお願いしますということを、まあ、ホームページでも紹介し、その趣旨を指示メッセージでも流していくことです。で、今日言いたいこともそれにつきます。今発の楽しさはどうでしょうか。よろしいですか。以上をもちまして、記者会見を終わります。